怪人だ。逃げろ。ぷくぷくぷく。あれで君は逃げなくてもいいのかな。ぷくぷくぷく。ぷくぷく。会社疲れの新人サラリーマンってところか。カニを食いすぎて突然変態を起こしたこの俺、カニランテ様を前にして逃げないとはね。ぷくぷく。死にたいんだね。そうだろ。一つ違うな。俺はサラリーマンじゃなくて無職、そして今就職活動中だ。今日も面接だったが見事に落とされた。なんか全部どうでもよくなってな。カニランテ様が現れたところで逃げる気分じゃねえや。くっ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 。で、逃げなきゃどうなんだ。ぷくー、君は俺様と同じく目が死んでいる。死んだ目のよしみだ。特別に見逃してあげましょう。それに今は別の獲物を探していてね。顎の割れたガキ見つけたら八つ先の刑だ。うーっか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 。ヒーロー、まだ遠い存在かもな。何見てんだよ。おいガキ、お前カニの怪物に何かしたか。公園で寝てたからマジックで乳首かいたよ。このガキ、自分がやったことをまだ分かってない。どうする、今ならまだ。可愛くないなこいつ。俺には関係ないし放っておくか。そうだよ、別にどうでもいいことじゃねえか。見けた。何やってんだ俺は。ガキ、狙いはお前だ。早く逃げろ。なんか思い出した。お前
昔見たアニメの悪役にそっくりだ。一撃でぶっ飛ばすヒーローにな。出発はやめろ。かかってこいよな。なーにーな。ヒーローだ。このおっとばれめ。俺がなりたいのはこういうヒーローなんだ。ここで死ねあれから3年も経つのか。あの時から俺はハゲるくらい死に物狂いで特訓して気のパワーを手に入れ、なりたかったヒーローになれたはずだった。だがどうしてだ。何かが違う。俺はなぜこんなにも心が満たされないんだ。世の中の悪は一向に消える気配はない。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。つまり俺は社会に何ら影響を与えていないということ。それについては別に悲しくはない。しかし俺は今悩みを抱えている。以前は戦いの中で様々な感情が渦巻いていた。恐怖、焦り、怒り、それが今ではワンパンで片付く。怪人やモンスターと戦っている時、そこに魂のぶつかり合いなど、俺はヒーローを趣味としてやっている。つまり自己満足ができればそれでいいのだ。プクプクプク、あれれ君、プクプクプク、プクプク、会社疲れの新人サラリーマンってところか。カニを食いすぎて突然変態を起こしたこの俺、プクプク、死にたいんだね。一つ違うな。
俺はサラリーマンじゃなくて無職。そしてどうも面接だったが見事に落とされたよ。なんか全部どうでもよくなってた。カニランテ様が現れたところで逃げ。で、逃げなきゃどうなんだ。ふく、君は俺様と同じく目が死んだ目のヨシミだ。特別に見…それに今は別の獲物を探して、顎の割れたガキ見つけたら八つ咲きの刑だ。プーカカカカカカ。何見てんだよ。おいガキ、お前カニの怪物に何かしたか。公園で寝てたからマジックで乳首描いたよ。このガキ、自分がやったらどうする。今ならまだ。はあ、しかし可愛くないなこいつ。俺には関係ないし放っておくか。そうだよ、別にどうでもいいことじゃねえか。見っけた。何やってんだ俺は。ガキ、狙いはお前だ。早く逃げろ。上がってこいわ。なーにーなー
ヒーローなんだ。ここで死ね。思えばあれから3年あの時から俺はハゲるくらい死に物狂いで特訓して時のパワーを手に入れた。なりたかったヒーローになれたはずだった。だがどうしてだ。何かが違う。俺はなぜこんなにも心が満たされない。世の中の悪は一向に消える気配。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。つまり俺は社会に何ら影響を与えていないということ。それについては別に悲しくはない。しかし俺は今悩みを抱えている。以前は戦いの中で様々な感情が渦巻いて恐怖、焦り、怒り、それが今ではワンパンで片付く。怪人やモンスターと戦っている時、ただ俺はヒーローを趣味としてやって、つまり自己満足ができればそれでいいのだ。
何者だ。無理な抵抗だな。死ね。何者だお前。死の恐ろしさを思いつけ。Thank you.